はい、それでは始めたいと思います。皆さんおはようございます。日本記者クラブ の企画員の共同通信の杉田でございます。今日はですね、6日に行われまして、そしてオバマ大統領が再選されたアメリカ大統領選について、2012年米国大統領選挙の意味ということで、青山学院大学の中山俊博教授にですねお越しいただいて、研究会を開きたいと思います。中山先生についてはですね、すでにいろいろなメディアに登場されていますので、私からあえて略歴などの紹介はしませんので、お手元に資料はありますか。まあ、たらそれを参照してください。それでは中山先生よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました中山でございます。どうぞよろしくお願いします。おととい結果が出たばかりで必ずしも十分に分析しきれてないところあるんですが、多分相場的に全てピックアップしようと思うと時間もなくなってしまうので、特にその今回の選挙を見ていて、印象に残った点を中心にお話しさせていただきたいと思いますが、ちょうど今からもう、4年半ぐらい前です。3年半ぐらい前、2009年の3月にここで、お話をさせていただいて、その時に記帳っていうんですね、記帳してチェインジクエスチョンマークって書いたんですけども、今回も講演させていただくにあたって、記帳させていただいたんですが、何を書こうかなというふうに考えて、コンシクエンシャルプレジデンシークエスチョンマークと、で、2期目ですから、どういう形でオバマ大統領、歴史に名を残せるのかと。で、コンシクエンシャルプレジデンシーというのは単に成果を上げたというのではなくて、やっぱりある種その政治のある種の地殻変動というんですかね、を引き起こしたような大統領のことを指すんだろうと思いますけれども、ですから単に政策的な成果を上げたのではなくて、やっぱりこのイデオロギー的な地平までも含めて変えた大統領で、多分最近では典型的にレーガン大統領みたいな人が挙げられるんだろうと思いますけれども、そういうその大きな成果を上げて、これからの4年間を終えることができるのかという意味を込めて書かせていただきました。それを今後の見通しを考えていくにあたっても、今回の選挙がどういう意味を持った選挙だったのかということをきちんと押さえておく必要があるかと思いますけれども、どちらかといえば今日の話は個人がロムニーオバマがどうしたこうしたというよりも構造的なっていうんでしょうか、そういう客観的な要素を中心にお話しさせていただきたいと思います。まず事実を押さえておきたいと思いますけれども、オバマ再選の構図ですね、ある意味予想通りではあったんだろうと思います。最終かなり最後の局面でロムニー候補が追い上げて拮抗するという状況にはあったので、みんながみんなオバマ大統領がこの余裕を持って勝利するとは考えていませんでしたが、それぞれ の州の、特に接戦州の動向で、それを足し算していったときにオバマ大統領の方が複数の勝ち方があるなんていうことから逆算していくと、オバマ大統領が勝つ可能性の方が高いんだろうなという感じがしてました。私もこういう場でお話をさせていただくことが時々あって、1年半ぐらい前から実はオバマ大統領が勝つって、言いながらも全然自信はなかったんですが、今年の夏以降ぐらいからはちょっとほっとしてたところはあって、どうもオバマ大統領勝ちそうだなというような見通しを持ってました。でただ勝つとはいえ、かなり拮抗したアメリカが分裂しているということはもう客観的な状況として分かってたんで、オバマ大統領が2008年の構図で勝つことはこれはまずありえないだろうと。ですから分裂するアメリカを背景にして勝つんで、接戦だというふうに見ていて、事実そうなったかと思うんですね。特に一般投票ですね、単に国民の投票の総数足し算して総数を出したときに、約6000万票と5800万票という、かなり拮抗している数字で、今回のやっぱり選挙の背景には亀裂する、きれいに2つに割れるアメリカがあったと。でその意味でははっきりとした国民からマンデートを与えられたとはもしかすると言えないかもしれませんが、
ただ、まあ、過半数を超える今可能性があると聞いているんで、まあ、そうなると例えばクリントン大統領なんか過半数を超えないで大統領になってますから、ブッシュ政権の2期目同様、まあ、マンデートをもらったということを主張しうるのかもしれません。ただこの予想通りのその勝利という側面と、もう一つこのやっぱり予想外だった側面もあって、これはその勝負としての選挙戦っていうことで考えますと、おそらくもうこれは完勝だった、ほぼ完勝だったっていうふうに言ってもいいと思うんですね。まあ、選挙ボクシング その試合に例えると、まあ、その小さなジャブを出して得点を稼いで勝つと、で勝ちは勝ちだということだと思いますけども、オバマの2008年大統領選挙の時の予備選のクリントンと対決した時の勝ち方ですね、これもそのジャブをいいジャブを出していってポイントを積み重ねていって勝ったわけですけども、まあ、あれは長い予備選挙ですから、この何ですかね、その長いプロセス時間をかけてでしたけども、今回は1日でしたから、ちょっとその構図は違いますが、小さな得点をその稼い で結果として完勝だったと。ですからスイングステーツを見ますと、ノースカロライナを除いて、ほぼすべて、ちょっと今フロリダがまだどうなるか分かってないですけども、ほぼすべてオバマが取ったと。で、確かに多くのスイングステーツにおいて一番最終的な世論調査を見てますと、ノースカロライナ以外は、オバマが数パーセントリードか、もう完全にその同じ拮抗しているという状況が出ていたわけで、まあ、その意味では直前の予想とは合ってたんですけども、これまでの雰囲気からしてスイングステーツをここまでスイープに近いような形で取るとは考えられていなかったと。ですから僅差ではあったんですけども、選挙人を合算すると、これは今フロリダ等は除いてますが、303対206ということで、ほぼこう完勝と言っていいんだと思うんですね。でなんでここまで、その勝ち方をすることができたのかというと、まあ、これはちょっとまた後でもお話ししようと思いますが、すみません、ちょっと喉の調子が悪いもので時々咳込んでしまうかもしれないんですけども、徹底した組織戦ですね。いわば2008年のキャンペーンを、まあ、ずっとある意味続けてたという側面で、2008年、まあ、今回の選挙は2008年の時 その社会運動のような熱気っていうんでしょうか、時はもうなんか世直し運動みたいなノリもあったと思うんですけども、今回は明らかにそういう熱気はなかったと思うんですが、まあ、ロムニー政権が誕生した時の危険性等などを訴えて、2008年に自分をその支持してくれた人をもう一度その投票所に引っ張っていくという徹底した組織戦と、あとデータ戦です、まあ、このデータを使った戦いというのは2004年のブッシュ再選チームなんかかなり本格的にやって、まあ、例えば車のコルベットを乗ってる人は共和党を投票しがちで、しかもその共和党が掲げるアジェンダの中でもこの争点に関心があって、その中でもシアーズで買い物をしてスターバックスには週1回しか行かなくて、マクドナルドじゃなくてバーガーキングが多いみたいな、このデータを組み合わせて、こういう人は必ずこういうポジションがあるはずだということを組み合わせて、このテイラードメッセージを送るっていうんですかね。でそういう手法、もちろんこれはロムニー陣営もやってるわけですけども、地上戦と、組み合わせてこういうデータを用いて、とにかくその徹底的に合理化したというところがやはり強くて、つまり大きな差をつけて勝つんではなくて、少しの差でもいいからとにかく自分の票を固めて勝つっていう勝ち方をおそらくしたんだろうと思います。で例えば選挙事務所の数を単純に見てますと、約倍ですね。これは、まあ、全国規模ですけども、で確かこの599のうち130いくつがオハイオというこのスイングステーツに集中していて、そこでもオバマ陣営の数がロムニー陣営のそれをもう軽く上回っていたわけですけども、この徹底した人海戦術、組織戦、データ戦で、まあこの接戦をものにしたという構図なんだろうと思います。まあ今お話ししたこと の続きでもありますけども、要はずっとその選挙戦モードだったというふうにある意味言ってもいいと思う、まあ、パーマネントキャンペーンという言葉がありますけど、まあ、選挙が終わった翌日からもう次の選挙に備えるという、まあ、アメリカはもともと選挙が長いんで、こういうその傾向が出がちですけども、まあ、オバマ陣営の場合には
もう選挙が終わった、もうその次の日から、2008年の選挙がその終わったその次の日から、もう再選に向けた動きが始まっていたのかなというような感じ、気がしなくもないくらい、こういう傾向は強かったと思うんですけど、まあ、オバマ大統領自身は、自分はその結果を出せるならば、再選しなくても構わないなんていうことを言ったりもしてましたけども、キャンペーン自体は決してそういうことはなかったんだと思うんですね。で、その結果として今申し上げた、徹底した組織戦、それからまあ資金戦略ですね、まあ、小口の資金をその固めつつ、お金を集めて、で、まあ、今回はそのスーパーパックの影響もあって、共和党がかなりその有利に資金戦は展開するんじゃないかというふうに言われましたけども、でもオバマ陣営、民主党陣営もそれなりに頑張って、テレビコマーシャル の, その放送回数や内容等も含めて多分引けを取らないような戦いを繰り広げましたし、まあ、データ戦略とソーシャルメディアですね、まあ、ソーシャルメディアはもうこれも2008年に相当使われてましたけども、さらに加速化したと思うんですね。ツール自体は実は2008年から2012年の間に特にその新しいものは出てきてなくて、ツイッター、YouTube、それからフェイスブックなどを中心としたものなんで、特にそのつまり2004年から2008年の間っていうのはそのツイッターとかフェイスブックっていうのはなかったんで、そこ の, ツールの変化が大きかったんですね。で、今回はそのツールの変化はなかったんですが、やっぱその使い方がどんどんその洗練されていって、テレビメディアや実際のキャンペーンなどと組み合わせることによって、やっぱりその候補者と有権者の間 の, 距離を狭めるツールとして非常にうまく使ったと。で、今回その若者がそんなにオバマ支持にというか実際に投票所に行かないんじゃないかというふうに言われてましたけども、思った以上に行って、なんかそのいくつかその数字を見るとあまり2008年と変わらなかったということもあったみたいで、ですからやっぱりその候補者との何らか の, この個人的なつながりを構築するツールとしてソーシャルメディアをうまく使えたということが言えるんだろうと思います。それからもう別 の, その観点から の, 勝因ですけど、やっぱり好感度ですね。で、オバマ大統領は例えば支持率が 40% 台この前半ぐらいに落ちた時も一貫して好感度はほぼ 60% を超えてて非常に高かったんですね。で、これは実は非常に大きなインパクトを持ったと思うんですけども、というのは今回その共和党の予備選を振り返ってみると、どうもその私の印象では共和党のオールスターが出てきたという感じはしないですね。共和党 の, そのオールスターと言われる人たちは比較的若いんで、まあ、多分次の2016年を狙うというようなその考え方も十分にできる人たち で, でどうもそのオバマ大統領を見てて景気も全然良くないし支持率も低迷しているし、だけどもこの好感度が高いのが気持ち悪いねという気持ちは多分あったと思うんです。ですから多く の, 期待された共和党の候補者が、まあ、今回その手を挙げなかったことの一つの要因として多分この高い好感度っていうのがあったんじゃないのかと。で、まあ、今回 の, その選挙戦で最終的にロムニー候補は好感度をかなり上げましたけども、なんかそれも一対一の構図になったから無理やり共和党の人たちがロムニーっていうのは好感度が高いんだと思い込もうとしてなんとなく上がったようなところもあったような気がするんですが、一貫してその好感度の面ではオバマが優位に立っていたということも一つ現象として挙げられるんだろうと思います。それから今申し上げた支持率ですけども、これもずっと微妙だったんですね。低いときは 40% 台前半に落ちて、でオバマケア以降は 40% 台後半47、8ぐらいを推移していて、まあ、その状況としては近年の大統領でその再選に成功したレーガン、クリントンとその再選に失敗したブッシュ、カーターのちょうど間ぐらいというふうに形容されていて、まあ、息子の方 の, ジョージ・W・ブッシュと同じぐらいというふうに言われてたんですけど、ジョージ・W・ブッシュも本当にこの組織戦でギリギリ勝ったという形でしたが、そういう意味で決してこの、まあ、2年間ぐらいを振り返って安定した支持率があったということではないんですが、これ選挙直前になると結構 50% を超えたり、ギャラップの数字ですと50% を超えたりして、ある意味安定してくるんですね。選挙前の1週間10日間ぐらいは。ですからこの支持率に至っても再選危ない指標というふうにずっとこの選挙中は言われてたんですけども、直前になってオバマにそのいい数字が出るようになっていたということです。
それからその個別グループ の, あ の, その、まあ、支持層レベルで の, あの動向で今回あの注目されるべき点というのはやっぱり何といってもヒスパニック票ですね。確かアメリカ の, その選挙史上初めてあの大統領選挙史上初めてヒスパニック票が全体の票の 10% を超えたというふうにその言われています。でこれからどんどん伸びていくと、まあ、全体の人口に占める割合と比較するとこの10というのは低いんですが、あまりそのヒスパニックというのはその選挙に行かないというか動員率が必ずしも高くないん で, でヒスパニック の, そのまあ政治団体とかもっとこの洗練されていって動員率を上げてさらに人口も増えてということになると、ヒスパニック票が非常に大きな意味を持ってくることになると。で今回も例えばあのまあ、ニューメキシコとか、まあ、ネバダとか、まあ カリフォルニアはもともと民主党がもう落とすわけはないですけども、あのニューメキシコそれからコロラドネバダとかをオバマが抑えた要因の一つとして、ヒスパニック票の存在があると言われてますし、実はこの今はアリゾナとかテキサスとかもう共和党が落とすはずがない州ですけども、あのこの辺は結構民主党が取ってるんですね、選挙区でいうと。で場合によってはまあ長期的に見るとあのテキサス、アリゾナなどもあの民主党が必ず抑えるっていう州ではなくなってくる可能性も十分にあると。それはノースカロライナについても同じですね。ですからこのヒスパニック票の存在っていうのが大きく今後のアメリカ政治の地平を変えてくる可能性があるっていうことなんだろうと思います。そうですね。それでただヒスパニック票というのはあの非常にこの多義的なあの存在で、あの文化的には非常にその保守的な側面もあると。あのカソリックで、あのまあ例えば中絶の問題とか同性婚の問題についてはあの必ずしもその民主党左派的な価値観を持たない人がいるんで、場合によってはあの共和党もこの獲得しうるあのグループなんですね。でだから例えばそのブッシュ大統領などは、まあ、テキサス州の知事であのヒスパニックのこの人たちと の, この接点もあったということで、あの共和党の政治家としては比較的あの支持を得ている方なんですね。ですからあの共和党としてもあのアフリカンアメリカンとは違って開拓可能な支持層、支持グループではあるんですけども、あの今回2008年と比べても、ヒスパニックはオバマの方に流れたわけですけども、その大きな要因としてやっぱり不法移民の問題があって、あのロムニー候補が、まあ、不法移民の問題について極めて厳しい、姿勢を打ち出したことで、あのヒスパニック票を逃してしまったという要素があるんだろうと思います。ですからヒスパニック票はあの考え方によってはあの共和党も開拓しうるという意味においては絶望的ではないんですけども、まあ、今回 の, そのヒスパニック票 の, そのオバマへの流れ方を見ているとあの厳しい状況であるということは間違いないと思うんですね。ただもう一つその共和党にとってあのグッドニュースがあるとすると、これはまたちょっと議会選挙のところでもお話しするかもしれませんが、あのテキサスとそれからフロリダで若手 の, そのヒスパニック系 の, その議員がいると。であのフロリダの方はマーク・ルビオというその議員で2010年にあの当選している人で、今回そのあのテキサスからはテッド・クルーズっていう人があの当選してますけども、両方ともヒスパニックの若手の議員なんですね。ですからこういう人たちがさらにこの共和党の中で活躍していくその空間みたいなものが増えていけば、共和党もヒスパニック票を開拓しうるする可能性があるということだろうと思います。ですからこのヒスパニック票の動向ってやっぱり今後のアメリカ政治を考えていく上で決定的に重要になってくるという感じがいたします。それからあの、女性票をそれ、まあ、次のも合わせて言うと、まあ、これジェンダーということで、まとめてお話しすると、あとこ の, あ の, あのレズビアン、ゲイ、バイセクシャルとあのトランスジェンダーのコミュニティで、これはその民主党の支持母体として今非常に強いグループですけども、
この人たちが完全にこの共和党、民主党の方に流れていて、全体として言うと、やはり民主党の方がその新しいアメリカにはっきりとその対応しているといいますか、親和性がある党になってきているというのは、これは間違いないと思いますね。でそもそも今回はそのアフリカ・アメリカについては、候補がオバマ大統領だったんで、2008年の時もそうでしたけれども、9割以上がオバマに投票したという形になったんだろうと、ちょっとすみません、私、その数字を見てませんが、なったんだろうと思いますけれども、全体として民主党の方が新しいアメリカに対応して、はっきりと対応しているということが言えたんだろうと思います。それから次のこのメットフーっていうところですけども、これはちょっとその構造的なっていうよりも、その候補者のパーソナルなファクターですけども、やっぱりロムニーは自分がその誰かということをやっぱり一切定義できなかったんだろうと思うんですね、今回の選挙戦で。で、当初そのロムニー陣営の考え方っていうのは、オバマ大統領はその結果を出してないと、今回の選挙で。ですからそのオバマ大統領がやったことをその訴状に乗せてというか攻撃しながら選挙戦を戦おうということで臨んだわけですけども、やはり大統領選というのは最高司令官というか人を選ぶというファクターが強いんで、自分のことをその定義できない人を国民が安心感を持って支持するという構図はなかなか成立しにくいと思うんですけども、まさに最後までロムニーは自分が誰かを定義できずに、大統領になったら何をやりたいかというようなメッセージが有権者に伝わらなかったと思うんですね。で例えば今年 の, その, 夏ぐらいに、ロムニーが予備選挙を勝ち抜いて、共和党の候補になることが確定していたとき、夏頃におそらくオバマ陣営としてはロムニーさんが自分で自分のことを定義しないならば、打ち出さないならば、僕たちが代わりにやってあげるよとばかりに、次々とそのロムニーの人格を攻撃するようなネガティブな CM を打ち出していくわけですよね。でその内容っていうのはおおむね、ロムニーっていうのは確かに経済人かもしれないけども、投資ファンドのハゲタカで、あなたたち の価値観とはその全く異なったその生活空間で生きてるし、決してそのアメリカにとっていいことではないというその、いわばネガティブな、CM をもう次々に流して、でそれが結局相当程度ロムニーという人のイメージを決定してしまったという側面があると思うんですね。ですからここにディベートにおける敗北って、この敗北はオバマが敗北したって言うんですけども、ディベートにおいて、圧勝しましたけども、オバマ陣営がその先行的に植え付けたイメージを根本的におそらく覆すことはできなかったということが言えるんだろうと思います。それからこの勝因っていう文脈でオバマがディベートにおいて敗北したことも、これも振り返ってみるとですけども、それなりに意味があったのかなと思って、つまり10月に入って、あれは10月の初めでしたけども、やっぱりオバマ陣営をこの引き締める効果で、最後の地上戦と、組織戦ですねを気を引き締めてやるような効果を持ったんじゃないかというふうに思います。ただディベートはディベートでやっぱり歴史に残る敗北になるんだろうと思いますけども、なんでああいうことになったのかなってちょっと振り返って考えてみると、ロムニーは予備選を通じて一貫してこの保守化した共和党に対応すべく右旋回をするわけですけども、でその右旋回をしたロムニーを想定しながら、多分オバマ大統領は1回目のディベートに臨んだと思うんですね。でその出てきたロムニーっていうのは実は多分本来のかなり穏健なセントリストというかセンターライトの立場を取る人物で、でオバマは最初の10分ぐらいで自分が用意してたこの攻撃の構図っていうのが全く成立しないっていうことに気づいて、で、オバマはそもそもディベートに臨むにあたっては負けなければ勝ちだっていうふうに思ったと思うんで、じゃあ今日攻め込めないならば、じゃあ今日はもう負けない勝負をしようと思って、本人的にはそれなりにやって、もしかするとオバマ大統領終わった時点では、ああ負けなかったから勝ちだと思ったかもしれないんですよね。でも
多分オバマ大統領はその最初の10分でそういうふうな状況だと判断して、残りの1時間20分負けなければ勝ちだ、負けなければ勝ちだという雰囲気でやり続けて、それが結果として、だってあの時失言は何もないんですね、オバマ大統領実は失言はないんですけども、で、あの、まあちょっと下を見ていたとか暗いとか目を、あの相手の目を見てないとか、あえて言えばネガティブな要素を挙げられますけども、何か決定的なことを言ったわけではないのに、あそこまではっきりと負けたのは、やっぱりそのなんか負けなければ勝ちだ、あの勝ちだというのを呪文のように繰り返して、それがやっぱり有権者にある決定的な印象を与えたということなんだろうと思うんですね。まあ、ただあのそれがあのオバマキャンペーンそのものを引き締める効果を持ったのと、あとあのロムニー陣営があの後その何て言うんですかね、連打で攻め込むことができなかった、あの1回目のディベートの余韻だけで一月戦おうとしてしまったっていうところも大きかったと思いますし、それから当時ちょうどリビアあの情勢といいますか、あのあのベンガジであのアメリカの大使が殺された件のハンドリングについてあの問題になってましたけれども、あのロムニー陣営としてはそこで攻め込めたというふうにあの考えてた人もいたようですが、あの初動で間違った対応をしてしまったとロムニー候補自身が思ってたようで、あのその案件をあまり使わなかったんですね。ですからその特にこれまでとは違った形でオバマを攻め込めずに、1回目のディベートの勢いだけで乗り切ろうとして、まあ、11月の初めぐらいまでには失速してしまった上に、ハリケーン・サンディが来て、キャンペーンをその両候補が中止して、その間の2日間、オバマ大統領は最高司令官として、災害支援の最前線に共和党の人気者のクリスティと共に立つと。いう構図で、このクリスティというのはある意味ロムニー あの最も強力なサポーター応援団でしたから、でアメリカあの国民からも大人気で、まあ、2016年のおそらく筆頭候補の一人と共和党側のということに なってるんだろうと思いますけども、その人がオバマの横に立って、あの自分は今も選挙なんか関心ないと、あの大統領はニュージャージーのために素晴らしい仕事をしてくれるという構図があって、でさらにそれとタイミングを同じくして、パウエルであるとかブルームバーグであるとか、比較的その穏健なその中道派の政治家たちがこぞってオバマを支持して、なんとなくやっぱり最高司令官としてもう一回オバマにやらせてもいいのかなという雰囲気みたいなものが、少しずつ出来上がっていったということが大きかったと思うんですね。で、あのハリケーン・サンディへの対応の評価がこれはもう非常に高くて、この分裂するアメリカということを前提に考えると、考えられないぐらい高くて 70% に及んだんですね。でこれは実はビンラディン殺害の時と同じぐらい の数字で、やっぱりサンディの影響っていうのは大きかったと。ですからその組織戦とか、1回目のディベートの後 その引き締めとか、このサンディの影響、ブルームバーグが支持したいろんなことを考えると、オバマがその勝利する構図というのがかなりはっきりと選挙の直前には出来上がっていたのかなという感じがします。でこれはいろんなそのカテゴリーごとに分けて2008年と2012年を比較したものですけど、どこの、まあ、やっぱり先ほど申し上げたヒスパニックですかね、これが決定的ですね。71と27で2008年の時よりも支持層を増やしているということですね。で、まあ、黒人は、まあ、ちょっと減ったままほぼ同じですね。で、まあ、白人票は減らしていると。ですけども確かにその白人票は共和党が、まあ、ロムニー候補が取ってるんですけども、そのマイノリティ票でこの負けてる部分を白人票で埋めていって、今後の白人票がどんどん相対的に減っていくということを考えると、少なくとも共和党は 60% 以上 の白人票 を、まあ、一貫して取らなきゃいけないんで、それはかなり厳しい戦いになってくるという今後ですね、言えるんだろうと思います。で若い人たちを見ても若干ちょっと減ってますけども、かなりオバマにその流れていると。で、まあ、今までは若い人たちも年を取れば価値観が保守化していくんだというふうにその言われてましたけれども、でも今回のなんていうんですかね、それはアメリカの場合には必ずしもそういうことはその当てはまらなくて、そのやっぱり所属政党っていうのはそんなになんていうんですかね、
今の若い世代は変わらないんじゃないかと。それは例えばその同性婚の問題とか、そういう問題についての立場、その二大政党間でのこの入れ替わりがない限り、おそらく今の若い人たちは民主党にとどまり続けるんじゃないかということを考えると、先ほどの話じゃないですけども、これからの共和党はかなり厳しい状況にあるということが見えてくるんだろうと思います。で、2期目の優先課題ですけども、まずもってやっぱり経済対策が挙げられるんだと思いますね。財政の崖の問題もありますけども、財政の健全化とやっぱり雇用の創出ということが決定的に重要になってくると。オバマケアを通したものの、結局経済がガタガタだったということでは、それ十分なレガシーにはならないんで、ここを重点的にやっぱり課題として提示していくんだろうと思います。で、当然のことながら、もうオバマ大統領の最大の功績は、おそらく1期目の最初の2年間で、ひな形が全部できたと思うんですね。で、景気刺激対策もそうかもしれないですけども、やっぱり後世に残るものとしては、やっぱりオバマケアがあると。で、今回の選挙、結果として、ほとんどステータス quo選挙で、全くあれだけのお金をかけて、これしか変わってないのかっていうぐらいに、ほとんど少なくとも力関係は変わってないわけですけども、ですから大胆な法案を通すということはありえないと思うんですね、オバマ大統領が提示した。ですからやっぱり1期目 の、 最初の2年間に提示したものをきちんと抑えていくということで、で、オバマケアというのは2014年から本格的に動き出すんで、その中身を詰めて、それを順調に動かしていくということが、オバマ、議会と協力して動かしていくということが、オバマ政権最大の、課題になっていくんだろうと思います。それから、これは先ほど申し上げたヒスパニック票固めとの関連で、不可欠のイニシアチブになってくると思いますけれども、で、必ずしも1期目、最後の方にちょっとやりましたけれども、十分な不法移民対策をやってませんでしたが、恒久的民主党多数派体制、実はこれは2004年には共和党が恒久的共和党多数派体制を築くんだと言って、ブッシュ の選挙参謀のカール・ローブなんかが豪語した時に使われてた言葉のパーマネント・リパブリカン・マジョリティというのがその時 の、 言葉なんですけども、民主党としてはこういう言葉を使っているわけではないですけども、ヒスパニック票固めをして、不法移民対策をしっかり比較的不法移民に優しいとは言いませんけども、理解的な不法移民対策を通して恒久的民主党多数派体制、パーマネントデモクラティックマジョリティの基盤を作っていくということが大きな課題になっていくんだろうと思います。で、この点で先ほど申し上げたテッド・クルーズとマーク・ルビオっていう共和党の2人の上院議員でヒスパニックの人がいるって申し上げましたけども、逆にこの辺の人たちがブッシュ政権にごめんなさい、オバマ政権にこの先行する形で何らかの不法移民対策を打ち出せて、で、それがそれなりにていうんですかね、このコンパッショネットで共和党の側の票を固めるようなことになれば、争点としてはすごい面白くなってくるような気がするんですけども、どういうことになるか今後見ていきたいと思います。それからオバマ政権3期目ですね。もちろんご承知の通り、アメリカの大統領というのはルーズベルトが長くやって以来3期目は務められなくなってしまったわけですけども、意外に何て言うんですかね、2期目続いてその次も自分の党だったっていう人は少ないんですよね。レーガンがそうですね。レーガン2期目続いて、で、レーガンの8年が認められてブッシュ副大統領に引き継ぐと。で、クリントンはそれができなかったですし、ブッシュもそれができなかったですし、ニクソン、フォードもそれができなかっただし、ジョンソン、ケネディ、ジョンソンもそれができなかったというと、結構全然いないんですよね。ですから、自分の8年が認められた上に、さらに次の政権も民主党になってもらうっていう、民主党2016年、もうすでにいろんな人が名前上がっていて、筆頭はもう間違いなくヒラリー・クリントンですけども、ヒラリー・クリントンにもし引き継いでもらえるんであれば、医療保険の問題っていうのは多分安泰で、よりオバマのレガシーを拡充させていくという構図になるんで、ビル・クリントンもできなかったオバマ政権3期目というのが、優先課題といいますか、一つの、目標になってくるんだろうと思います。
で、共和党についてもちょっと若干触れましたけども、深刻な共和党っていうのは今本当に深刻な状況に直面していると思うんですね。で、まあ、ちょっと振り返ってみますと、結局そのブッシュ政権の誕生っていうのは保守革命の完成というふうに言われたりもしたんですけども、つまり、かなり保守的なその価値観を掲げたブッシュ大統領がホワイトハウスにいて、上下両院を共和党が抑えて、でさらにこの最高裁にもかなり保守的な判事が入り込んで、そのアメリカンエスタブリッシュメントの中でこの保守が占める割合というのが相当大きくなって、保守革命が、まあ、その60年代ゴールドウォーターを大統領候補に掲げて敗北して以来、少しずつこの上り詰めてきた保守革命がついにブッシュ政権の誕生をもって、で特に2004年の再選をもって完成したんだというふうに言われたわけですけども、実はその時からもう保守主義運動の瓦解っていうのは、もしくは迷走っていうのは始まっていて、まあ、保守主義っていうのは非常に単純化すると、大きな政府、強いアメリカ、伝統的なその価値観っていうのがありますけれども、この小さな政府っていうことに、今大きな政府って言っちゃいましたが、小さな政府、強いアメリカ、伝統的な価値観ですけれども、その小さな政府ということに関して言えば、ブッシュ政権 の間に起こったことってのは、とにかく政府 の巨大化、肥大化ですよね。軍事っていう意味でもそうですし、市民的に自由に介入してくるっていうこともそうですし、決してこの小さな政府とは言えない。ですからブッシュはビッグガバメントコンサーバティブだということ でビッグガバメントコンサーバティブというのはもうアメリカの保守主義の文脈ではもう形容矛盾なわけですけども、つまりブッシュはその新生の保守じゃないみたいなことが保守陣営側からも出てくるようになってきていたと。でその伝統的な価値観についても、例えば中絶の問題とか同性婚の問題とか不法移民の問題とか、確かにこの選挙中は言うんだけども、実際にフォローアップがあまりない。で自分たちはこの選挙の駒として使われているんじゃないかというような不信感が、その文化的な保守的な人たちの間でも出てきてたということがあるかと思います。それからその強いアメリカについても、この場合のその強いアメリカというのは、まあ反共主義の文脈から出てきているわけですけども、アメリカに対して明白な脅威の場合には拳を振り上げて叩き潰すという意味での強いアメリカですよね。ですけども、そこには世界をアメリカの姿に似せて作り変えるみたいな、ウィルソン主義的なこういうある種力の外交というか、強硬な理想主義みたいなものはないんですけども、結局そのブッシュ大統領が中東においてやろうとしたこと、イラク戦争の理由として掲げたことっていうのは民主化であり、イラクを自分の姿に似せて作り変えることであり、これって果たして保守的な戦争なのか、違うんじゃないのかっていうことが、やっぱり保守の中からその不満の声として出てきたわけですよね。で、この強いアメリカ、伝統的な価値観、小さな政府ということに関して、保守革命を完成させるはずであったブッシュ大統領自身が、なんか全く違う方向に行ってると、果たして保守って何なんだろうっていう、迷走状態の中、多分2008年の大統領選挙が行われて、結局、その保守派が結集できずに、まあ、マケインがその敗退する要因の一つになったんだろうと思いますけれども、結局、その、オバマがしたことはその何だったかというと、2008年 その選挙の結果を見て、自分には国民から大きなことをやる負託が与えられたと思って、例えばその景気刺激対策であったり、医療保険制度改革だったり、そういうものを次々と通していくわけですね。でも逆にそういうその大胆な政策を通していくことによって、保守派の中、オバマと潜在的に対立しうる人の頭の中に政治的な座標軸を作って、オバマ時代において保守主義者であることはどういうことかということを、いわばオバマがその大胆な政策をやった結果、そういう座標軸が多分出来上がったと。ですからこのティーパーティー運動っていうのは、やっぱりオバマ その鬼子だということが多分言えるんだろうと思うんですね。彼自身が生み出したもの。ただティーパーティー運動っていうのは、しばしば反オバマ運動としてばっかりこの捉えられますけども、実はその反オバマ運動っていう側面と、共和党の中の党内反乱軍っていうんでしょうか、これはご承知の通り、ティーパーティー運動っていうのは草の根の運動ですけども、ワシントンの自称保守派もしくは共和党員が、いわばワシントン そのエスタブリッシュメント化したことに対する怒りと不満と不信感があるわけですね。自分たち の その、まあ、運動考え方が、
ワシントンのその政治家たちにこのハイジャックされていると。で、それは、それをもう一度選挙しなきゃいけない。ですからまあ私はあのティーパーティー運動はティーパーティー選挙運動、あの共和党選挙運動だ、あのオキュパイウォールストリートならぬあの共和党選挙運動だって言ってるんですけど、あのまさに党内反乱運動で非常にこのやっぱりあのエネルギーが、でこれやっぱりアメリカの民主主義 の特質で、確かにティーパーティー運動の人たちが言ってることっていうのはあのちょっと眉をしかめてしまうようなことも多々あって、あのそれを個別に批判していくことってのはすごく簡単だと思うんですね。ちょっとこの人たちの主張は行き過ぎてるって。でも多分アメリカ その政治システムっていうのはそういう人たちの怒りがまさにこのワシントンに伝わるように多分できてるんだと思う。非常に混沌としてて、おかしな発言をする人がいて、でもなんでそういう人たちが立ち上がってるかっていうことを理解しなきゃいけないんだと思うんですね。ティーパーティーの個別のメッセージを批判するよりも、でそういう観点で言うとやっぱりこのワシントンのへの政治不信というのが非常に高まっていて、でも実はそれはあの左の側でも起きていて、あのオキュパイウォールストリートはそうだと思うんですよね。ですからその意味では私はティーパーティー運動もオキュパイウォールストリートもイデオロギー的にはメッセージ的には対極ですけども、ある種似たところが、構造的には似たところがあるんだろうと思うんですけども、で、あのその党内反乱運動としてのティーパーティーが共和党の中で相当この大きな力を持ってしまった結果、あの今回 その共和党の予備選が要は事実上この新生保守探しみたいなあの様相を呈してしまったと。で新生保守なんていうこと言葉が出てきちゃうと、これは非常に厄介なんです。そもそも新生なんていう言葉が非常に厄介なわけですけども、まあ、日本でもそういう言葉を時々聞きますが、あの誰が本物か合戦なんてやるっていうのはこの不毛以外の何者でもないと思うんですけども、それをやってしまったんですね。で結果として共和党はもう右にぶれて、もう勝ち抜くためにはもう徹底右旋回しないと、もう勝ちようがないというような状況になってしまったと。で、あのこの、 あの9月にあのちょっとテレビの仕事であのティーパーティーの取材に行ったんですけども、その時にあの取材した人がこのティーパーティーサファリっていう本をくれたんですが、初め何かなと思って、ちょっとその本をパラパラっとめくってたら、あの今ライノっていう言葉あのお聞きになった方もあのいらっしゃると思いますけども、あのリパブリカン・イン・ネイム・オンですね、名前だけの共和党員、つまり本来その保守派であるべき位置からかなりブレてしまった名前だけの共和党員、ライノっていうのはサイですけども、そのサイを狩るっていうことですね、あのティーパーティー運動が。でその穏健派の名前だけの共和党員を予備選で落としていくと。で そのことをいわば書いたのがこのティーパーティーサファリっていう本だったんですけども、で現に、まあ、一番有名なのはあのインディアナのリチャード・ルーガーっていう国際派の、まあ、アメリカの上院で最も尊敬される人の一人だと思うんですね。あのオバマのある意味首相でもある、外交委員、あのオバマがあの、上院に入った時にあの上院外交委員会の共和党のトップだったんで、あのオバマ自身 の政治的な首相の一人というふうに言ってもいいと思うんですけども、あのその人がやっぱりティーパーティーの標的になってあの落ちてしまうわけですね。でその代わりにその共和党があの、まあ、ティーパーティーがかけた人がマードックっていう人があの共和党の予備選を勝ち抜いて、まあ、今回民主党の候補とぶつかったわけですけども、やっぱりその本選挙で出るには保守的すぎて負けてしまうんですね。ですから結果として民主党が持っていっちゃったんですけど、本来だったらルーガーが出てたならば必ずルーガーが勝てた共和党の州だったわけですけども、ティーパーティーが暴れたことによって民主党に流れていってしまったと。でこれが他のいくつかの州でも起きているんで、あのそれからそもそもそのこの共和党の中でそこまで したことに嫌気がさして、もう私は辞めたっていうような議員も、あの、まあ、女性 のオリンピア・スノーっていう議員ですけども、もういたりして、とにかくその共和党がこの右旋回をどっかでこの辞めないと、あのでしかも先ほど申し上げたような文脈でこの新しい時代に対応できるその党にしていかないと、これから先共和党は相当厳しいということが言えるんだろうと思います。で仮に今回の敗北から共和党が引き出す教訓が、共和党は十分に保守的でなかったと、ロムニーというのは神聖の保守じゃなかったと、あの予備選挙で言えばサントラムっていうその宗教保守派から支持が高い人がいましたけども、サントラムのような人で戦うべきだったという教訓を引き出すならば、これはもう2016年は相当頭が痛いと思うんですね。ですからこの穏健派の人たちがどうやってあの党をもうちょっとこの真ん中の方に引き戻せるのか、
で、その意味においては、私は実はロムニーには期待してたところもあったんですね。今のアメリカン政治の全体を見渡すと何が問題かというと、民主党が左にぶれているということよりも、共和党が全体としてやっぱり右にぶれていることの方が今は大きな問題だと思うんですね。ですからその共和党をどうにかこの真ん中の方に戻していける候補で、ロムニーっていうのはイデオロギー的なその信念で突き動かされているような人ではなくて、やっぱり国際派のビジネスマンで徹底的にプラグマティックな人だと思うんで、政権がその発足すれば、その場合によってはですね、ティーパーティーを的なその要素をなだめつつ、まあ中道右派的な立場からいろんなその政権をしていくかもしれないと。で、オバマ大統領だとアメリカの亀裂を埋めることってのは多分 かなり考えにくいんで、ティーパーティーの人たちが騒ぎ始める可能性もあるし、もしかするとこのロムニー候補の方がアメリカにとっていいのかもしれないなとさえ思ってたところもあるんですけども、まあ、結果としてロムニー候補は負けて、共和党は、まあ、先ほど言ったような形で新生保守を選ばないといけないというような教訓を学ぶとすると、長期的には相当厳しいというふうに言えるかと思います。で、連邦議会選挙ほぼ動きなしねじれたままですね。で、上院は民主党の、ネバダ出身の、まあ、この人モルモンですけども、ロムニーにはもち当然のことながら強く反対しましたけども、で、このリード院内総務というのはこの前の選挙でギリギリ勝って、2010年の中間選挙でギリギリ再選を果たしたんですけど、その時組織をこうかなり緻密に作って、オバマにそのままその組織を渡して、先週のネバダをオバマが取った大きな要因の一つになっているんですけども、そのリード院内総務のもとに民主党が54、共和党が45ですね。これは1年ぐらい前は民主党が絶対、少数派に転落するという見方が強かったんですね。上院の場合は全部で100人いて3分の1ずつ改選で、今回は33だったか34だったか忘れましたけども、民主党の議席の方がその今回の選挙でたくさんあって、そういう意味で言うと、逆風が吹いている中、民主党が数を減らす可能性の方が強いだろうということで、共和党の多数派になる可能性の方が多いと見られていたんですけども、先ほど申し上げたような穏健派の候補が次々に落ちていって、本来ならば共和党が勝てるところを共和党が落としたんで、まあ、民主党が勝ったというよりも共和党が負けたということですよね。ただ面白いのは、代わりに入ってきた議員が民主党の議員が結構左の人が多いんですね。エリザベス・ウォーレンというこのマサチューセッツの人も、まあ、これはもうはっきりとしたリベラル左派ですし、それからタミー・ボールドウィンという人がいますけども、この人は全米初 のレズビアンの上院議員ですね、カミングアウトしている。ですからまあ、レズビアンだから リベラルっていうのもちょっと単純すぎるかもしれないです。でもあるジェンダーとかの争点については、それはもうかなりそのリベラルな立場を取ると思うんですね、自然的に。ですから入ってきた、新しく入ってきた上院議員は左の人が多いと。それから先ほど申し上げた通り、テッド・クルーズっていうこの上院議員はかなり左、右の人なんで、実はその数は同じなんですけども、若干その分裂の度合いは高まったかなということは言えるかと思います。ここはまあ党派色の強い新人議員ということですね。で、まあ下院はこれもまあ大きな変化はなしで、引き続きベイナー下院議長のもとに動くと。で、まあ下院は単純過半数で全てが物事を動かせるんで、オバマ政権の1期目の後半、とにかく拒否勢力としてオバマがやることを徹底的に否定していく、否定していくということが先日でしたけれども、その結果として議会の支持率が 10% 台前半に落ち込んだ時期もあったんで、今ちょっと後半ぐらいに戻したのかもしれない、18% ぐらいに戻したのかもしれないですけど、まあ、とにかく低いですよね。ですから徹底した拒否勢力として立ち回ろうとするならば、議会の支持率がまあさらに落ちていく可能性があって、これは共和党にも良くない。オバマ再選を阻止するという文脈でならばあり得るかもしれないけども、今回も引き続き徹底した拒否勢力というと、まあ、ベイナー自身の評判ももっと落ちていくかもしれないですし、何らかの合意形成に向けた動きに乗り出すかもしれないと。で、特に財政の崖みたいな深刻な件については、まあ、根本的な解決は難しいかもしれないですけども、先送りとかみたいな形で少なくとも崖から転げ落ちるような事態を防ごうとするんじゃないかということが見方が多いような気がします。で、2期目の選挙運営ですけども、基本的にはもうステータスコをねじれたまま分裂状態ですから、まあ、厳しい運営、政権運営になるのは間違いないと思うんですが、やっぱりこの再選を考える必要はないということは大きいと思うんですね。ですからこの4年間、多分オバマ大統領は
もう一度その再選するためには何をやるで、特に周りにいたスタッフですね、ホワイトハウスの中でその政策系と政治系の対立、ま、どの政権についても言えることですけども、どうもそのオバマ政権についてはこのいわばシカゴ出身のこの政治チームと政策チームの間でかなり激しい対立があったというふうに言われてますけども、この政治チームがやっぱりその若干交代して政策チームが出てくるとすると、まあいろんな成果をその出していこうと、まあただ当然政治的な制約はあるんでできることに限りはあると思いますけども、でまあおそらく2015年ぐらいにはやっぱりレームダック化が始まって、国民の関心は次の大統領と、特にその民主党からも共和党からも、まあ、新しい人が出てくるわけですから、選挙戦が2008年の時みたいに早い段階でこのキックオフされるとですね、ですからまあ2015年までにこのどういうことをやるかということを見ていく必要があるんだろうと思います。であと1期目ですけども、まあオバマはオーダーシティオブホープと、そのある種その希望の大胆さなんていうことがオバマの一つの、まあ、スローガンでもありましたけども、1期目振り返ってみると、なんか記憶に残る国内的な政治演説って一本もないですよね。まあいい演説っていうのはおそらくあったと思いますけど、まあ外交で政権発足当初プラハとかカイロとか、まあ、いくつかありましたけども、その後やっぱり方向性を示すような演説はその一切ないと。ですから2期目はやっぱりその彼の言葉の力なんかを動員しつつ、もはや再選を考える必要はないし、まあ、レームダック化する前に、まあ、何らかのその大胆な、まあ、それはオバマケア絡みかもしれないですし、不法移民対策かもしれないですし、どういうその争点にはなるか分からないですけども、1期目のように慎重にいくのか、それとも大胆にいくのかというところも、慎重に見ていきたいと思います。それから、まあ、これも全て共和党議会指導部がどういうふうに出るかということに多く関わってくる部分があると思うんですけども、先ほど申し上げたように共和党がその徹底した拒否勢力でいくのか、それとも何らかの妥協点を模索するような方向でいくのか、そこがやっぱり一つの注目点かなと思います。で、外交安全保障政策ですけども、基本的にやっぱりアメリカは内向化しているというのが今回の選挙でもはっきり見えていたこと、外交安全保障上の争点がほとんどなかったですね。まあ、時としてイランの核開発、先ほど申し上げたリビアにおけるその大使 の殺害をめぐるハンドリングですね、これ政策というよりもですからハンドリングの問題なんで外交安全保障案件そのものではないですけども、でアジアについて言えば大統領ディベート の3回目で、まあ、なんかアジアピボットという言葉が出たり、まあ、日本という言葉が1回出たりしましたけども、やっぱり一番大きな争点は中国への雇用の流出ということで、安全保障上の脅威ということでもなかったですよね。中国への雇用の流出ということで、やっぱりその経済内向化するアメリカっていうのがはっきりできていると。まあでもこれも全てある種今アメリカ国民がオバマがやろうとしているその外交安全保障政策におおむね満足しているっていうことがあると思うんですね。で、それを私なりにこの表現すると、オバマ政権の外交安全保障政策っていうのは撤退しつつ退却しないということだと思うんですけども、まあ、それどういうことかというと、イラクとかアフガニスタンとか大規模な軍隊をもうその派遣しているアメリカは、なんていうんですか、もう忍耐力というか元気はないし、もうそれはブッシュ政権の8年でいっぱいいっぱいだと。で、この気持ちを、まあ、沿線気分、反戦気分ではないですけど、もう徹底した沿線気分ですよね。もうそんなものが起こっているのを見ないようにするというか、ですからその感情をベースにイラクとの戦争を終わらせ、2014年にはアフガニスタンから撤退すると。ですけども、まだアメリカ人の感覚の中では2011年の要因というのはもちろん完全には消え去っていたわけではなくて、やっぱりテロとかは不安だと。だから対テロ戦争は続けなきゃいけないわけですよね。でもしかもそれを国民に負担のかからない形で続けるとなると、もうこれは言うまでもなく無人航空機 UAV と特殊部隊を使ってやると、まあビンラディン殺害型ですけども、ですから撤退はするんですけども、一応国民に負担はかからない形で退却はしないっていう、すごくアメリカ国民にとってカンフタブルなポジションをオバマは多分見つけていると。ニューヨークタイムズ のデビッド・サンガーなんかはこのライトフットプリントストラテジーなんてことを言ってますけども、まあ、全体としてオバマ政権の外交安全保障政策はその限りにおいて評価が高いということが言えると思うんですね。で、まあ、2期目見渡すときにやっぱり外交安全保障チームの入れ替わりが重要かと思うんですが、1期目はもうとにかくクリントン人脈ですよね。もうヒラリー・クリントンがいましたし、まあ、パネッタも大きな意味で言えばクリントン人脈ですし、
ただ国務省、場合によっては国防省、国防省はあまり私ちょっと勉強不足かもしれないですけど、具体的にどういう名前が代わりに出てきているかというのは承知していないんですけども、まあ、パネッタ国防長官が辞めるなんていうこともちょっと取り沙汰されていると。それからもうクリントンははっきりと次の人がもう決まった時点で辞めるということを言ってますし、まあ、クリントンの場合にはあれですね、ケリー上院議員、2004年の大統領候補のケリーが筆頭の名前として挙がってますけども、まあ、そうなるとちょっと上院外交委員会委員長のポストが空いてしまって、代わりに誰が なるかなんていうこともちょっと変数として出てきますけども、でも幸い今日民主党が1に余裕がある形で、議会で多数派になったんで、ケリーが動くことがより容易になりましたし、まあ、多分上院での承認もそんなに難しくないだろうと。一時ライス国連大使という名前が挙がってたんですけども、まあ、彼女はちょっとリベラルタカ派的な色彩があって、それからあとリビア その先ほどから申し上げている大使殺害事件で、場合によってはちょっと間違った印象を与えるような発言をしてしまったようなこともあって、承認が難しくなる可能性もあるんで、まあ、ケリーという方向性が強いんじゃないかということが言えると思いますが、まあ、いずれにせよ外交安全保障チームの入れ替わりというのを見ていく必要があると思うんですね。で、まあ、その次の次 の, アジア旋回のところのとの話ですけど、やっぱりこのアジア旋回、まあ、エイジアンピバットとかリバランシングとかリフォーカスとかいろんな形で呼ばれてますけども、ただ下のレベルでいやいやもうピボットは使わないんだって言っても、この前オバマ大統領がディベートの時にピボットって言ってしまったように、なんとなくトップのレベルではピボットって言葉が浸透しちゃってるように見えますけども、やっぱりこのアジア旋回の中心にいたのがクリントン・キャンベルっていうラインなんで、ここがまあ入れ替わると政策自体は変わらないですけども、なんていうんですかね、その政策に対するこのパッションみたいなのが、まあ、若干その落ちる可能性はあるのかなという感じもしています。で、全体としてやっぱりそのオバマ政権 の2期目の外交安全保障政策の大きな目標というか課題というのは、やっぱりアメリカ後の世界で、これは別にアメリカが衰退しているわけでも没落しているわけでもないですけども、相対的に他の国の力が上がってアメリカ単独でコントロールできるような問題の数、もしくは二国間同盟で処理できるような問題の数っていうのがやっぱり相対的に減っていると。ですからある種のこのコアリションを作りながら問題を解決していかざるようないかざるを得ないような世界というふうに言えると思うんですけども、まあ、そういう意味でのアメリカ後の世界におけるアメリカ外交のあり方はどういうものなのかということを模索していくということになるんだろうと思います。個別の案件でいうと、まあ、イラン情勢、米中関係、アフガニスタンからの撤収、TPP と。だから TPP についてやっぱり日本が参加するかしないかということが、もう TPP の性格そのものを変えてくるんで、アメリカでは、まあ、引き続き TPP をその前に進めていこうという意思はあるとも思うんですけども、まあ、若干議会から懸念は出ているようですけども、まあ、日本が入るか入らないかによって、相当意味が変わってくるんで、この TPP について日本が消極的な態度を取り続けると、他の案件と誤って、日本は重要なんだけどとにかく期待値を上げちゃいけないというような雰囲気がワシントンに蔓延していく可能性はおそらくあるんだろうと思います。それから米中関係についてはこれやっぱりいろんな意味でアメリカにとって最も重要な二国間関係で、これは最も重要というのは別に米中がお友達になるという話ではなくて、敵対的になる局面も含めて多分重要だということになると思いますけども、やっぱり米中関係の特質というのは今非常にこの多層的で、経済とか安全保障とか人的交流とかいろんな局面で成立していると思うんですね。ですから一つの局面における米中の対立が他の局面にその侵入していって全体が悪くならないようにするという、何らかのこのサステイナブルな安定的で多層的な米中関係の構築ということをやっぱりオバマ政権は求めていくんだろうと思います。で、日米関係ですけど、まあ、大きな変化はないというのはこれはまあその言うまでもないと思いますが、まあ、ちょっとその気になるのが先日出た第3次アーミテージレポートのトーンで、やっぱその日本が重要である、で特にその中国が台頭していくというコンテキストで、やっぱり最良のパートナーとしての日本ということでの日本の重要性が増しているということは、これは間違いないと思うんですけれども、重要であるからこそ日本への期待値を高めることによって不安定化させてはいけないという、ちょっとなんていうんですかね、まあ、フルちょっと日本としては悲しいような、この日米関係、日米同盟のポテンシャルをフルに発揮できないような状況で、それは言うまでもなく日本 そのある種 その恒常的なにその政局状態、政局にあるような状況なんだろうと思いますけども、それがまあ日米関係を制約している側面があるのかなというのはちょっと気になるところです。で、最後、今回の選挙何をめぐる選挙だったのかということをちょっと改めて、引いて考えてみたいんですけど、まあ、左右の社会運動が従来の政治的な回路が機能せずに、政治的な意思伝達回路が機能せずに
そこにその吸収されない不満が左右にこのガスのようにたまって、それがまあ社会運動になって、右ではティーパーティー運動が、左ではオキュパイウォールストリート運動が出てきたわけですよね。でこういうその左右の社会運動が出てきたっていう状況自体は60年代のそれと非常に似通ってるわけですね。60年代も日本の全共闘に相当するあの SDS っていうのが Students for Democratic Society っていうのが、まあ要はベトナム反戦運動とか公民権運動とか、あのアメリカのその社会に非常に大きな影響をもたらして、で一方で右の方でもヤングアメリカンズフォアフリーダムとかアメリカンコンサバティブユニオンとか、今後の保守主義運動の台頭になっていくような組織、若者の組織みたいなのができて、実は60年代というとなんか左に動いたあの時代というふうにばっかり見なされますけれども、保守主義運動の基盤みたいなものが確実に出来上がっていく時代なんですね。保守主義運動がレーガンを見つけてっていう、そういう状況が。でこの時の2つの社会運動のこの対立を見ていくと、まあ、明らかに世界観をめぐる対立なわけですけど、これからどういうアメリカを作っていくのかっていうことをめぐる対立なわけですよね。ですから非常にその熾烈な対立ですけども、ある種このフォワードルッキングっていうか前を向いた対立なんだろうと思います。でもで今回のその対立ってあの構図というのも、今申し上げた、左と右の、あの草の根の、左派の運動と右派の運動ですけども、その彼らのメッセージを見てみると、誰がこんなアメリカにしてしまったんだっていう対立なんですね。で左派の人たちはウォールストリートのやつらだ、太った、もう今 の, そのお金持ちったら太ってないんで、なんていうの、いや、あの太った豚でもないんですけど、まあ、そのあのジムに行って寿司を食うやつらだっていう感じなんだろうと思いますけども、まあ、とにかくお金持ちですよね、金持ちだ。で、右派の人たちはオバマだ、社会主義者オバマはこんなアメリカにしてしまったんだっていう、でこういう非常にこの閉塞感がその充満する中で行われた選挙だったと思うんですね。で2008年がすごくなんかその、まあ、ペイリンがこのホーピーチェンジスタッフなんていうことをちょっとバカにしてましたけど、なんかすごくこれから の, そのアメリカの明るい未来像を選択するみたいなコンテキストの中で行われた選挙で、それと比較すると非常に閉塞感が充満してて地味で暗い選挙だったんですけども、でもその選択する次元で実際何を選ぼうとしたのかというと、おそらく統治原理をめぐる重要な選挙だったということが言えたんだろうと思います。で2008年は ある意味チェンジっていうコンセンサスがあったと思うんですね。マケイン候補も典型的な共和党の保守派ではありませんでしたから、でオバマ大統領はもちろん、オバマ候補ももちろんチェンジということ雰囲気を担った候補でしたし、そういう意味でブッシュ政権の8年間を乗り越えなければいけないという大きなコンセンサスがあった、選挙というふうに捉えられる。でさらにこれ踏み込んで言うと、でこれはもうかなり後知恵の部分が多いんですけども、オバマ大統領がアフリカ系アメリカ人であったかでも場合によっては有利に作用したのかもしれないというふうにも考えられる。別にこれ私ちょっと数字で見たわけではないんで、私の独り言として聞いていただきたいんですけど、やっぱりこのアメリカにとっての国家としての現在は奴隷制 でその奴隷制をやっぱり象徴的な次元で乗り越えるには黒人の大統領を選ぶって以外にないと思うんですよね。でも実際にこのいる黒人の政治家を見てみると、まあ、それは尊敬すべき人はたくさんいるんですけども、やっぱりそのキング牧師周辺から出てきた人たちで、やっぱりその運動家なわけですね。で何かその奪われたものを奪い返すみたいな、やっぱり怒ってるわけですね、これ今のアメリカの在り方に対して。でそういう人を大統領にするっていうのはやっぱり現実的には想像できなかった。ところが2004年の民主党全国大会で、まあ、すごくスリムでスマートでキラースマイルを持っていて弁舌爽やかな若者で、よく見たら黒人だったっていうような人が出てきて、でこの人だったらっていうふうにやっぱりあの時思った人は少なからずいたと思うんですよね。である意味その黒人だからオバマに投票するっていうような側面も2008年にはおそらくあったんじゃないかっていう気さえしていて、で、まあ、当時はその黒人だから投票しないっていう効果の方ばかり注目されましたけども、ある種2008年は中道右派よりも左の人はオバマに投票しないこと自体に罪悪感を覚えるっていうような構図があったと思うんですね。ですからそういう意味で言うと2008年っていうのはある意味分かりやすい選挙だったんですけども、この2012年というのはなんか候補者も魅力的じゃなくなってましたし、よく分かんない選挙だったんですが、今その変わるアメリカに国内的にも変わってますし、国際的にもアメリカの地位というのが先ほど申し上げた通り相対的に落ちていて、
アメリカがその拳を振り上げる、もしくはアメリカの力こそがっていうだけでは乗り切れない世界が見えつつある中で、どういうその統治原理を国内的にも国際的にも選択していくのかをめぐる選挙だったということが言えると思うんですね。じゃあまあそういう選挙でアメリカはこういう結果を出したわけですけども、まあ、はっきりそのオバマ的な統治原理を選択したのかというと、まあ、そこまで、まあ、やっぱりその一般投票の数を見てみるとそこまでの状況ではなくて、やっぱり選挙戦で乗り切ってもう4年オバマにやらせてみようとような雰囲気だったのかな。ただ少なくともロムニー側が提示したその統治原理をこの積極的にこのアメリカが受け入れなかったっていう構図はかなりはっきりしているとは思いますけども、オバマの統治原理をはっきり受け入れたというよりかはもう4年この人にやらせてみようというような雰囲気が見えてきた選挙だったのかなという気がしています。なんか雑然として途中で咳込んだりしてしまってあまりまとまりのない話でしたが、ちょっと1時間超えてオーバーしてしまいましたから私の方から以上とさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、12時過ぎまでおよそ30分ぐらいありますので、質疑に移りたいと思います。で私からちょっと初めに一つですね、今最後の方で触れられた、だからアメリカの統治原理というかアメリカの国がどこに向かうかということで、我々だからこの選挙の前まではつまり分極化という言葉を非常に使って、で国の姿を選ぶ選挙だということで位置づけて、まあ、大事な選挙というふうに報じてきたんですけども、その途中中山さんがおっしゃったそのオバマの3期目とかですね、ああいうような流れがもし起きてくるとするならば、それは分極化の時点はもう乗り越えて、つまりこれは多数派と少数派が分裂しているだけであって、つまり多数派というのはオバマが代表するような、あるいはヒスパニックの人たち7割超える人たちが投票するようなそういうモデルを指し示していて、でこれは2016年の選挙にはもっとその動きが強まるんじゃないかと、だからそういう方向にアメリカが行ってしまうんではないかというような見通しも一つ成り立つかと思うんですよね。つまり、逆に言うとどうもいろいろなことを考えてみると、つまり共和党がこれから盛り返していくような道筋が見えてこないの で、ヒスパニックの人も、まあ、仕事をしてお金を貯めれば保守化すると言われてますけども、まあ、でもしかしそうは言っても票という数では圧倒的に、まあ、貧困層が多いでしょうから、だからその人たちが2016年でに共和党の方に来るのかと、そこがちょっとなかなか簡単に見えてこないなって感じが、そうするといわゆるアメリカの国の形が変わっていって、で変わる段階がもう終わってですね、分岐点がもう過ぎ去ってそういう方向に行くと、でそうなるとアメリカという国がいわゆる、まあ、我々が意識してきたこれまでの例外主義的例外論的なアメリカではなくなって、なんとなく普通のアメリカになってしまうのかなっていう気もするんですけども、そういうこうアメリカの歴史的な流れの中で今のアメリカがどこに向かおうとしているのかというようなことをちょっとお話しいただければと思います。ありがとうございます。その先ほど申し上げた共和党がその構造的に直面している問題というのは2016年を考えるときにはまだその本格化はしていないですか、まあ、どうにかその変わらないアメリカの部分を固めていくことによって、まあ勝てなくはないというような状況はあると思います。もうちょっとその長期的な部分 でこれはやっぱ候補者が誰かということとかもリンクしてくると思うんですけど、やっぱり共和党って実は結構いい球がたくさんいて、2016年を見渡したときに、でもし民主党を見ると2016年にヒラリーが立たないとすると結構厳しいなという状況があって、その大統領選挙の場合はその個人的なファクターの面とその構造的なファクター、やっぱりそのうまく作用して、ある力学がおそらくできてくるんでしょうから、2016年とか2012年はまあどうにか共和党も今の体制でやっていけるかもしれないということだろうと思うんですね。で先ほど申し上げたクリスティの存在とか、まあ、今回早々と辞めたポーレンティだとかジンダルドとか何人かいると、ルービオだとか若手ですけど何人かいると思うんで、逆にその候補者の魅力でいけちゃう、かもしれない。ただもうちょっと長期的なタイムスパンで見たときに、その候補者少なくとも共和党が立場を変えない限りは
その候補者の魅力とかだけではもう乗り切れないような時代がいずれやってくるんだろうなっていう感じだと思うんですね。でその分局化、の点については、今回の選挙結果っていうのは現時点で切り取った限りでは、少なくともアメリカは依然として2つに割れていて、その状況はこれから そのオバマ政権の4年間のやっぱり背景を成していくんだろうと。でその意味においては基本的には大きくアメリカが進んでいくということはないんだろうと思いますけれども、2008年12年期と若干違うところがあるとすれば、共和党側がその分極化を利用して徹底した拒否勢力たらんとしたわけですよね。オバマの再選を阻止しようとして。でも今回はそのオバマの再選は阻止する必要はないんで、少なくとも議会における共和党の動き方というのは若干変わってくるかもしれないと。これはティーパーティーと指導部の採用次第ですけど、ね、ですからそこはちょっと差し引いてみる必要があるのかなと感じますね。はい、じゃあありがとうございました。はい、どうぞ。個人会員の田村玲子と申します。私も共和党のことを伺いたいんですが、1988年 のブッシュのお父さんの大統領選挙を取材したときに、親しくなったアメリカ人の記者が言ってたのは、そのワスプが大統領になるのはもうこれが最後だということを言ってたんです。それでどんどん今ヒスパニック多くなる、でだんだん白人がマイノリティみたいになっていく、そんな中で、一方でティーパーティーのような過激な人が出てきて、穏健な穏健な共和党の旦那衆みたいなのがなんかいなくなっていくような感じで、共和党、中山先生は2016年に楽観的でしたが、私は共和党がこれからどうやっていくのか、人口構成が変わるし、昔共和党が取ってたところどんどん今取れなくなってる、だから共和党のこれからはとっても難しいような気がするんですが、そのあたり。いや、もうそれはおっしゃる通りで、長期的には非常に厳しいと思うんですね。ですからでも面白いのが、その例えばティーパーティーっていうその最も保守的なグループが支持して、新しく議会に入った2人がですね、ヒスパニック系でテッド・クルーズとマーク・ルビオですけども、やっぱりそういうところに変わるきっかけはおそらくあると思うんですね。ですからその変わるきっかけをうまく共和党がつかまない限り、もうおっしゃられるように共和党の将来は暗いと。ただもうどっかで変わっていかざるを得ないと思うんですね。でやっぱりその問題なのは民主党がいいか共和党が悪いかっていう話ではなくて、やっぱり二大政党制がきちんと機能してくれないとアメリカっていう国は動かないわけですから、その限りにおいては共和党もしっかりしてもらわないと二大政党制が機能しないわけであって、アメリカにとってやっぱり共和党だけではなくてアメリカ全体の問題として、共和党がもうちょっとこの真ん中の方に戻ってきて、もしくは新しい形でヒスパニックコミュニティなどの支持を取り付けて、立ち直って、もらわないと困るっていう、そういうなんか状況認識になっていくんじゃないですかね、いずれ。でこのまま共和党がその漂流していくっていうことは、多分その政党の本能っていうのがあるし、生き残ることだとすると、このまま漂流していくっていうことはちょっと考えにくいですよね。そうでもそうだとすると、それはアメリカにとって非常に良くないことですよね。かつて民主党もずっと漂流して、そうですね、もう民主党の出番がないと言われた時代もあったんですけど、今こういうことになっています。じゃあ次の質問あればどうぞお願いいたします。はい。個人会員の荒井と言います。簡単なことです。投票率と言いますか。その有権者の年齢層のどのくらいの人が登録をして、で登録をした投票した人のパーセントですね、それは
どのくらいだったんでしょうか。前回と比べてどうだったんでしょうか。すみません、今回まだ数字をきちんと押さえてないんで、ごめんなさい、数字のデータはちょっと全く今持ち合わせないんで。まだその辺は出てない。いや、もう部分的には出てるんですけど、でも昨日エグゼットポールっていうのでいろいろ見たりしたら、まだほとんどそういうのまとまっては出てないんで、はい、どうなんですかね。あれですよね、投票率ですよね。双方の票数はなんかやっぱり1億2000万人ぐらいが投票しているので、3億人の人あ、それはその前後だとは思いますけども、それが大きく上がったという構図は一切聞かないですけども、ごめんなさい、すみません、私ちょっと今数字を持ってないもんですから。はい、どうぞ。西日本新聞の論説委員で永田と申します。一点教えてください。ちょっと政治文化論的な質問になるかもしれませんが、今回ですね、あれだけ失業率が高止まりして経済的に低迷する中で、また今度あと4年、チャンスを与えようとする米国民の選択なんですが、うまくいかないとすぐ政治家を変えてしまう日本の政治と比べると非常に辛抱強いというか忍耐強い感がいたします。でその忍耐強さ、辛抱強さ、育児のようなものかもしれませんが、それは一体何に起因するのか、政治観に起因しているのか、それとも4年に1回しか選挙がないというシステムに起因しているのか、そこをちょっとどうお考えになっているか教えてください。その失業率、まずその具体的な失業率があまり良くないのにっていう点ですけども、確かに失業率は良くないんですが、ここ1年半ぐらいの傾向でいうと若干して少しずつですけども改善しているという状況はあったんで、そのある種失業率っていうのは高くなっていくとその数字に慣れちゃうところもあって、それがどういう方向に向いているのかっていう、少しずつでも改善しているのかどうかっていうことが重要なんじゃないかということがしばしば指摘されてたかと思うんですね。ですから過去に 7% 以上で、再選に成功した大統領はレーガンしかいないっていうふうにも言われてましたけれども、一方でオバマ政権後半に入ってから、少しずつ改善して、直前は 7% 台にも落ちたんで、そこはどうにかなったっていう見方と、あと今のアメリカの経済が直面している状況は誰の責任かっていうその質問をすると、確か依然としてですよ、半数以上がブッシュ大統領で、確かオバマ大統領っていうのはなんか 30% 台前半だったか 20% 台後半だったかっていうことで、やっぱりその責任の所在っていうのが前政権にあって、それをオバマ大統領がどうにか処理しようとして、そこの処理ぶりは必ずしも満足できるような状況じゃないかもしれないけども、少しずつ改善してるから、これが悪化してるんだったらもう確実に変えようってことになりますけども、少しずつ改善してるから、だからもうちょっとやらせてみようか、4年ですよね、4年間やらせてみようかという形で浸透していったんだと思いますね。ですから忍耐強さっていうのは、私アメリカ国民を見ていてあまり忍耐強さっていうか、もちろんどちらかというと結果を請求に要求する人たちですから、それはやっぱり任期4年っていう政治システムの政治制度のなせる技なのかな、それから経済全体が数字そのものは良くないんですけども好転しつつあるのかなっていう意識が共有されてた部分が大きいんじゃないですかね。よろしい、そんな形でよろしいでしょうか。はい、それじゃあ他に質問がありますでしょうか。はい、どうぞお願いします。個人会員の北畠と申します。今回の大統領選挙の意味で、最後のところで、中山先生もおっしゃいましたけれども、黒人としての大統領、ということについて、2008年の場合はですね、非常に黒人、旧来の黒人運動を基盤としていない黒人が出てきて、それで大統領選挙を戦って勝った。で、やってみるといろんなことをやろうとしたけれどもなかなかできなかった。だけども一方ではですね、
例えば出生証明書の問題を持ち出すグループがあったり、あるいはティーパーティーの中では自分たちの国を取り戻そうというような標語が出てきたりした。で、そういうものを乗り越えてですね、今回そのオバマ大統領が再選されたという意義は非常に大きいんではないかと、そういうそのネガティブな反応を持つ人の数は極めて少ないということが分かったという意味でもですね、オバマ大統領が2008年に当選したということは、そういうその主流派でないアメリカ人が大統領になるということについての垣根を非常に低くしたということではないかと思うんです。ですから2016年には女性の大統領有力な候補が出てくるかもしれない、あるいはヒスパニック系の有力な候補が出てくるかもしれないというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、ある意味、今回はオバマ大統領のこのアフリカ系アメリカ人であることっていうのはあまりその争点そのものには多分、2008年もならなかったのかもしれないですけども、2008年以上にあまり争点にはならなかったですね。もうやっぱりそのアフリカ系アメリカ人がホワイトハウスにいることにやっぱり国民が慣れたっていうか、でもちろんそれに対してその激しいネガティブな感情を抱く人はいますし、でも別にそのティーパーティー全体がそうっていうわけでもないですし、で それがある種ノンイッシューにどんどんなってるっていうことはプラスなんだと思いますね。ただこれは何て言えばいいのか、言ってみればアメリカはもう一人黒人大統領を選んじゃったわけですよね。だから黒人大統領もその意味では選ぶ必要ないわけですよね。選ばなきゃいけないっていう衝動はもうなくなったわけですよ、一人いるわけですから。だから今後はよりニュートラルな形でいい黒人政治家がいれば彼がその大統領候補として出てくる可能性はあるけども、少なくともこのオバマを選んだ時のような選ばなきゃいけないという衝動がなくなったという意味においてはなんかしばらくちょっと出てこないのかなという感じもしなくもないですね。でその女性候補については2008年は実はそのなんかヒラリーの方がエスタブリッシュメントでオバマの方がなんかそのインサージェント反乱軍だみたいな意識がありましたけども、やっぱり女性の間では、特に40以上の女性の間ではやっぱりこのヒラリーのキャンペーンに対するその社会運動的な、なんて熱気っていうんですかね、オバマばっかりがそういう運動として注目されてましたけども、ヒラリー・クリントンの側にもそれがあったと思うんですね。ですから2016年にまたそういう構図で、女性候補というのが本格化する可能性はあって、で、だからこそヒラリー・クリントンに対する期待が高まってるんでしょうし、彼女はその今閣僚の中で一番評価も高くて、おそらくその名国務長官として本当に歴史に名を刻まれるんだろうというような評価も得てますから、これからヒラリー待望論というのがどん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 高くなってくるということになるんだろうと思いますね。はい、ありがとうございます。それでは他に質問ある方どうぞ挙手お願いします。それではもう一つ私の方からちょっと外交安保なんですけども、さっきちょっと出たデビッドさんが言ってライトフットストラテジーで、つまりドローン無人偵察機とあるいは CIA 特殊部隊と、でこれがあまりにもちょっとオバマがずっと言ってたですね、オバマ的イメージとちょっと かけ離れてて、ホワイトハウスの中でもいろいろビンラディンをドローンで殺害するときも果たしてそれがやるべきことがどうかという、議論があったように聞いてるんですけれども、そうするとオバマという人間というのは彼がずっとメッセージとして出してきた新しいこうアメリカというか何て言うんですかね、一言で言うとソフトなこれまでのこわもてのアメリカのリーダーと違うということで売りにしてきたと思うんですけれども、しかし実際やってることを見ると、兵隊が死ぬようなイラクやアフガニスタンからどんどん兵隊下げて、
一方ドローンと CIA でやってると。でその辺がなんかオバマって何なのかなって感じがするんですけど、その辺ちょっと、まあ、オバマ論みたいなことを伺います。それはあの難しいですけど、でもあのオバマのやってることは結構すごいですよね。あの例えばイエメンなんかでアメリカ国籍 の, あの、まあ、アルカイダ的な組織に参加している人を、まあ、いわば法的な手続きを経ずにプレデターでヘルファイアをミサイルを撃って、まあ、殺害するということ、まあ、アメリカ国民ですよね。でこれは私も法律家じゃないんでどういうふうに考えればいいか分からないですけど、まあ、常識に考えてちょっとおかしいってことは分かりますよね。あのですからオバマ政権は対テロ戦争はあの看板としては下げつつも、おそらく対テロ戦争としか呼びようのないものを看板を掲げずに、で本来そういうのは看板を掲げずにやるものだと思うんですけども、看板を掲げずにやってると思うんですね。でさらにやっぱりこの政権についてから、まあ、あの大統領は毎朝インテリジェンスブリーフィングを受けますけども、ある種その情報機関あのに相当なんていうんですかね、依存するような形になってると思うんですよね。議会 の, あの公聴会でとやかく言われないですし、国務長官を呼び出せ、国防長官を呼び出せっていうことにもならないですし、まあ、いわばあの必ずしもあのはっきりとその国民の目、議会の目には見えない形であのやってることに、でも国民も実はそれに満足を感じてるっていうか、あの脅威を、だからそこはオバマ大統領がっていうよりも、まあ、アメリカ全体がなんとなくそういう見ないようにしながらある種の戦いを続けてっていう。で議会もおかしいなと思いつつ、でもやっぱりこれはやんなきゃいけないだろうなっていうことで、ですからこれはオバマ本人というよりもなんかアメリカ全体の雰囲気っていうことなんじゃないですかね。でそれを問題視するような人がいないんで、まあ、一部左派系のジャーナリスト等でそれを問題にしている人がいますけども、やっぱり火がつかないですよね。ですから、まあ、その意味において政治的に、まあ、法律的には若干グレーゾーンに足は明らかに踏み入れてますけども、政治的には安全ゾーンだというふうに考えておそらくやっていて、でアメリカで この そのオバマがやってることに対して本格的な反対運動が起きていくっていうような感じは一切持たないですね。だから、まあ、こういうのをプラグマティックって言っていいのか何て言ってるのか分からないですけども、あのそういう問題意識で多分オバマ大統領はこれを続けてるんだろうと思うんですよね。はい、それではあとあのもう 1,2 問あればどうぞお願いいたします。いらっしゃいますでしょうか。あのすいません、じゃあ 私もう一つちょっと伺いたい点があってですね、ちょっと今日のお話とは別でやっぱり日本としてはそのあのアメリカ、まあ、今日もちょっと出てましたけど、アメリカ の, あの対中政策というのが、対中戦略というのが非常にあの話題になっているところですけれども、例えば尖閣問題におけるですね、あの、まあ、3つのラインだと思うんですけど、1つは、まあ、あの安保の5条を適用すると、2つ目はしかしあの主権問題では立場を取らないと、から3つ目は、まあ、平和に解決してほしいということで、あの非常にこう曖昧なあの戦略で来てて、まあ、これは、まああまあ、日本に対してと中国に対してと、まあ、両方にそれなりのメッセージがあって、まあ、考えられているかなという気もするんですけども、あの、こう初めあの1期目で初め結構あの柔軟にあの、まあ、事実みたいな。